ハロルド・クレートン・ドイド・シニアは、アメリカ合衆国のコメディアン。1920年代を、主に活躍したサイレント映画の大スターである。小役、エキストラを経て、約200本近くの映画に出演。多くの作品に、カンカン棒に、セルロイドの丸縁メガネという独特のスタイルで、登場した。都会的な一高青年によるドタバタ喜劇というのが、特徴で、器用な主人公が、 いざ恋する女性のために一年発起、大奮闘する姿がよく描かれた。この丸縁メガネを通称ロイド眼鏡というのは彼にちなんでいるロイドの水平より友人でもあったプロデューサーのハルローチのもと1915年ロンサムリュークという不格好で狡猾なキャラクターで売り出したビーブ・ダニエルズ、スナップ・ポラードという共演者を得て1917年ロイドの野球で 初めて、グラスキャラクター、ザ・ボーイになった。向こう水のキャラクターに変わりはないが、1919年までに、アイデアに富む、目まぐるしいドタバタを展開した。ただ荒々しいだけではなく、感情的にも共感できることが欲しいということで、その作品も徐々に、観客の心を掴むよう工夫された。驚いて、髪がそうけ立つというギャグを、風を顔に当てて表現するなど、 漫画的な映像表現を積極的に取り入れたりも、した用心無用での危険なスタント1919 19年、相手役を可憐なミルドレッド・デイビスに変え、短編から中長編へと乗り出す。俺がやる、後ろの女性が後に妻となる、ミルドレッド・デイビス1920年制作の、ロイドの化け物退治撮影中、小道具の爆発事故により、右手の親指と人差し指をなくし、 それ以降は、義指着用となった、用心無用の有名なビルディングアクションも、義指をつけての演技である。その後、傑作、豪遊、ロイドや、猛進、ロイドを発表。1925年には、チャップリンの黄金鏡時代を、同年のロイドの人気者で、工業成績を上回った。相手役も、名家ジョビナ・ラルストンに代わり、1年に1本の割合で、 長編作品を作り続けた。なお、日本でも、明朗快活で、モダンなロイド喜劇は一世を風靡し、巨匠、オズやスジロー監督などにも影響を与えている。オズ作品の、大学は出たけれどや、和政喧嘩友達のセットに、ロイド作品のポスターが使用されている。妻ミルドレッドとサイレント時代のスターが、徐々にそのとおきいシステムに乗り切れず調落していく中で、アクションが売りだった。 ロイドも、また苦境を迎えていた。人気は、以前のように持続できなかったが、主演する映画は、それなりにヒットしている。また彼は詳細に長けていたため、自分のフィルムを、後々まで手元に残し、再び脚光を浴びる機会を伺っていた。彼の死後、アメリカのタイムライフ社がその権利の一部を買い取り、ハロルド・ロイーズ・ワールド・オブ・コメディーと題紙テレビ、放映された。 日本では1970年代の後半にロイド小劇場としてフランキー堺のナレーション入りで放送している。ハリウッドの栄誉表1952年、ロイドはコメディアンの巨匠及び良き市民としてアカデミー特別賞を授与された。晩年は趣味でもある写真工学の研究に励み、3D で撮ったストリッパーやマリリン・モンローの写真が残されている。 1971年3月8日、前立腺癌により77歳で死去。2008年、ロイド全盛期の傑作が DVD ボックスとしてリリースされ、リマスターされた良質な映像で見られるようになった。こういう、ロイドのポスター広告フリーメイソンのうち組織主ラインの帽子をかぶったロイド A、ザトランプ A、ザボーイ、ハット NHK クロニクル、番組表ヒストリー参照。 ロイド、ハロルド、フェニックス・メイソンリー・メソニック・ミュージアム。メソニック・リサーチ、フェニックス・メイソンリー、2012年7月29日、閲覧、ありがとうございます。